皆さんこんにちは、賃貸の正木の中島です。本日はですね、奈良市にございます奈良山駅の近くにございますペットと一緒に暮らせる 2LDK の賃貸マンションのご紹介です。まずこちらなんですけども、広々としたリビングとなっておりまして、このようにですね、かなり広々としておりまして、かなり物の配置がしやすい、そんな物件になっているかと思います。またこちら、お部屋の隣にはですね、洋室がございまして、こちら洋室もですね、このようにこちらを閉めることで、暗くなるんじゃないかっていうご心配の方もいらっしゃると思うんですけど、このようにですね、向こう側の明かりもしっかりと入ってくる、そんな、引き戸がございますので、閉めていただいて、寝室として使っていただいても結構ですし、開けていただいて広々とした、リビングとして使っていただくのも十分かと思います。またこちらのお部屋ではですね、こちら開けていただきますと、このようにウォークインクローゼットがございます。こちら高さも十分にございますし、こちら L 字になっておりますので、物の配置もしっかりとしやすいですね。それではこちら。こちらにはですね、このように、通話という形になっているんですが、1階がですね、オートロックとなっておりまして、開錠ボタン、こちらを押していただくことで、下のオートロックが解除されます。またこちらですね、オール電化の物件となっておりますので、このように三口の IH コンロが設置されております。またこちら大きなですね、換気扇もございまして、その隣にはですね、このように幅広い収納もございます。お皿などがしっかり収納していきますね。それではこちらに水回りがございます。入っていただきましてすぐに洗濯機置き場がございまして、その横にですね、このようにシャンプードレッサーがございます。またこのその奥にはですね、このように、かなりおしゃれな、追い出し機能のついた、お風呂がございます。上にはですね、換気窓もございまして、浴室乾燥も設置されております。ピンクがすごいおしゃれですよね。そしてこちら、このまま奥に行かせていきますと、お部屋の前に、お手洗いがございます。お手洗いもですね、ウォシュレットタイプとなっておりまして、上にはトイレットペーパーも置けますね。手すりもついておりますので、立ち上がりにも便利ですね。そしてこちら、奥には洋室がございます。こちらもですね、東側と西側、両面にバルコニーがございますので、お洗濯物もどちらにも干していただきますし、お布団もしっかり干せますね。そしてこちら開けていただきますと、こちら、高さ、奥行き、そして横幅と、このように広々とした、クローゼットがございますので、コートなどもしっかりとかけていただけます。そして最後こちらですね、こちら玄関となっております。こちらがですね、上と下に下駄箱がございます。皆さん気になっているのはこれだと思うんですが、こちらちょっと開けていただきますと、反対側になるんですが、このようにですね、大きい電気温水器が設置されております。なのでこちらは普段開けることはないのですが、こちらにこういったものがございますということで、ご紹介させていただきます。これでお部屋のご紹介は全て終了とさせていただきます。またのご来店お待ちしております。